全体的に丸々してて結構可愛らしいです。皆さんこんにちは、ジェイソンゴールドヒロイだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴクリエイター白ウサギです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは元日に発売された新しいレゴクリエイターです。2023年がうさぎ年なので、まさに今年にぴったりのレゴクリエイターです。ちなみに僕は今年年男なので、まさにぴったりのレゴクリエイターです。ちなみにこちらはトイザラスで2980円で買いました。この箱の白うさぎの完成度なんですけども、見るまでもなくめちゃめちゃ高そうですね。そして白うさぎ以外に、オウムと白アザラシに組み替えることができます。箱の後ろはこんな感じです。今回の動画はこちらの白うさぎを組み立てます。完成！レゴクリエイター白ウサギです。おー、もうこれはすっごいいい。はい、去年組み立てた野生の虎がめちゃくちゃ迫力があってかっこよかったんですけど、今年の白ウサギは全体的に丸々してて結構可愛らしいです。いや、さすがレゴクリエイターだな。はい、こちらの白ウサギに付属する付属品は人参と花です。まずこの付属品の人参との完成度めちゃめちゃ高いですね。もうこれ本物ですよ。続いてこちらの花なんですけど、おそらく見た感じマリーゴールドかタンポポだと思います。この花もよく作られています。ではこの白ウサギを見ましょう。もうこの時点でめっちゃ完成度高いです。正面から見るとこんな感じで、顔が結構丸々としています。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じです。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部は曲面パーツが使われていますので、全体的にちょっと丸っとしています。続いて前足はこのようになっていて、足についた貝殻の裏面で作られています。これはよく作られています。続いて胴体はこのようになっていて、個人的にこの白ウサギに使われているパーツは僕が見る感じ珍しいパーツが多かったです。続いては白ウサギの可動範囲について説明します。まず頭部がボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。小さいんですけど口がこのように開きます。耳もつま先がボールジョイントになってますので、このように動きます。前足もボールジョイントでこんな感じでグリグリと動いて、後ろ足も同様にこんな感じで動きます。はい、可動範囲を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。今回の白ウサギにボールジョイントが結構使われていますので、このようなポーズも決まります。なんかこうしてみると白ウサギじゃなくて犬みたいですね。はい、付属の人参を使って人参を食べてる様子を再現することができます。今回の白ウサギの付属品めちゃめちゃ優秀ですね。ちなみに今この白ウサギなんですけど、入手困難になっています。去年の野生の虎も発売と同時にすぐ売り切れたので、今年のウサギもすごい人気があります。これ使われているパーツが結構レゴロボに使えますので、これもう一個買えばよかったなって思っております。はい、レゴクリエイター白ウサギはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター白ウサギを組み立ててレビューしていました。今年がウサギ年なので、まさに今年にぴったりのレゴクリエイターです。まずこの白ウサギなんですけど、思ってたより大きく
くて全体的に丸々していて結構可愛らしいです。それと付属する人参と肌を使って本物のウサギを飼ってるようになりますので、これも素晴らしいと思いました。あとこの白ウサギに使われているパーツが結構珍しいものも多かったり、新しいパーツもありますので、これはパーツ集めにもすごいぴったりだと思います。はい、次の動画ではこちらのオウムに組み替えます。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。